この芝中達の地望見せてやろう。あれほど戦意の高かった軍勢が花崗園殿が撃たれた途端崩壊したか。将軍一人でこの有様とは。これがもし曹操殿であったら。芝居あざなは中達。曹操に才を見出され。ほう、これはお見事。お二人の勝つで軍が落ち着きを取り戻した。おお、芝居殿。何、知恵というほどの策はいるまい。曹操殿が漢中へ引き返してくるのであろう。ならば交代し防衛戦を引き直して耐えるのみよ。なるほど。漢中を取られたのはこちらの策の甘さゆえか。あるいは、いや、今は眼前の状況に専念するとしよう。強気してやろう。消え失せろ。逃がしはせんぞ。この芝中達の地望見せてやろう。言ったか、諸葛亮。父上、なぜそのような声を。我が血をかけて戦うに値する男、それがいなくなるのだ。これよりの戦はただ退屈となろう。よっと。諸葛亮、せめて完膚なきまでに職を叩くことこそ貴様への手向けよ。私が討ち取った。各方向勝利は確定かな。していた万長殿、今は取り込み中かな。おっと失礼。考え事をしているとどうも独り言が漏れてしまうようで。私に用かい。曹操殿にあなたを紹介しようと思ってね。美徳だけど小言が多いのは困りものだな。さてそろそろ行こうか。この世に生まれたからには才を尽くして生きなければね。戦場の全てのことを見通せそうだ。いえ、早急殿、軍師も万能ではありません。人によって向き不向きがあります。例えば戦略面で優れているのは淳育殿。戦の準備や兵端の扱いは天下一品です。一方で戦場での有用な策、つまり戦術ですね。これに関しては淳雄殿の右に出る者はいません。というように皆それぞれ得手があります。将と軍師でもそれは変わりません。型や武に優れ、型や地に優れているだけのこと。それぞれ得意な分野で貢献すればいいのでは。なるほど、そう言ってくれてありがたい。では受け取ってほしいな。本気よね。
本来か。楽しませてあげるよ。各方向、勝利は確定かな。呂布はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうとも、信用に足らぬ者とは共に戦えない。はっは、なるほど。その点、あなたはもう大丈夫のようだね。終わったようですね。おいおい、無理をするな、カクカ。誰か馬を持てい。はっ。曹操殿。うん、申せ。陣に戻ったら宴を。打ち取った。